皆さん今日はお忙しい中たくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。大ヒット舞台挨拶ということでなんかこう なんでしょうね気持ちが高ぶってるのかいつもよりなんか視界が高く感じます。なんかすごく2階席とかそういう近く感じる今日は、ありがとうね小泉さん。小泉さんちょっとあの話入ってこないです。厚底がすごすぎて厚底がは見たことないです。そんな厚いやついつもこうですよだって今日僕より目線高いじゃないですか。ちょっと小さくなったか君ちょっとやっぱり忙しすぎんのかな。いやお前なんか今日小さいぞ大丈夫かほらお前すごい小さくなった大丈夫忙しい。違うんですよ僕がいつも厚底履いてくるからってそうやって厚底履いてきてさっき裏でなんか僕に気づいてほしかったのかなんか厚底履きながら僕の前まで来てこうアピールしてたじゃん。お前がいつもいつも厚底ばっかり履いてくるから俺は発注したんだよ今日発注したんすか。そうだよ発注竹下通りで買ってきたらしいんだよ暑いのお願いしますって言ってすごい熱量っすねそれ。なんだお前今日にかけて普通じゃねえか何か気づいてましたもんねちょ皆さんも。わかります。なんか僕がやっぱり背高いって今日ね負けたくなかったんですどうしても最後のチャンスだったんだお前に勝つすいません関係ない今日ね押しちゃいけないのすいません今日どうぞもよろしくお願いします。ありがとうございます。三住明彦を演じられました目黒蓮さんです。どうもスノーマンの目黒蓮です。まあ、本当にこう僕にとってもたくさんの学びを与えてくれた作品ですし僕も生まれ変わり結構信じてるタイプなんでそのこの作品のファンタジーな部分だってリアリティな部分だったりっていう厚底気になって何言ってるか分かんなくなってきた。お前集中して挨拶してくれる大丈夫か。はいでちょっとまあぜひあの楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。お願いします。ありがとうございます。もしまたこの4人で共演することがあったらどんな作品に出演したいですか。なんかシェアハウスとかでみんな、まあ、他人なんですけど、うん、一つのお家で物語がいろんな繰り広げられるっていう、うん、シェアハウスいい楽しいと思う、はい、俺とかずっと目黒蓮の部屋に居ついててねもう出てってくださいよみたいなね、うん、いいと思う。なぜかベッドの中に裸でいるのねずっと、ね、なんか来てくださいよとかいいね楽なんだよと、ね、目黒くんどんなのがいいの。僕はやっぱりあの厚底の映画どんな映画なんだよ。誰があの一番厚い厚底を履けるのかを競い合う。なるほど、ね、公開2週で打ち切られる映画今年を振り返ってどんな1年でしたかと。目黒くんは あそう言ってないですね。まだね言ってないですけど大泉さんこれ絶対押しますよ大泉さんダメよ次ここあんだから。そうですよね。あの僕結構ジムに行きたかったんですけど、うん、なかなかジムに行けなかったんで今年来年はもういっぱいジム行ってやろうかなって思ってます。体鍛えたいってこととかちょっと体動かしたりとかできたらいいなと思ってます。マッチョなんですか。まあまあマッチョかは分かんないですけど、まあなんかちょっと程よく体を健康的に動かせたらいいなって思いますね。そしてなんかもう断るごとに脱いでいこうっていうそういう作戦ですか。そんなつもりないです。すぐ肌をね鍛えたら出そうとして。いやいや脱ぎたがるからな、あたたちは。いや全然僕脱ぎたくないんですけど、はい、まあまあちょっと健康的なっていう感じですかね。お時間が近づいてまいりましたので、では最後に大泉洋さんからぜひメッセージをお願いいたします。あれフォトセッションないの。フォトセッションその後にございます。ああんの、はい、フォトセッションだけは楽しめて今日来てるもんだからごめんね一度見た方も二度三度と楽しめる映画ではないかと思っております。皆さんでこの映画を見ていただいてなんかこう気持ちが豊かになってくれるといいなと思っております。月の満ち欠けをどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。